オットー・フォンゲイル家は、ドイツの科学者、工学技師、政治家。特に真空の研究で知られている。ドイツのマクデブルクの貴族の家に生まれた。ドイツの大学で法学と工学を学ぶ。さらにイギリス、フランス、オランダに留学。その後、エルフルトで工学技師として働いていたが、1627年にマクデブルクに戻って、司会議員となった。 1631年、30年戦争により、マクデブルクから脱出し、スウェーデンのグスタフ2世の軍隊に入隊。1646年から、ドイツのマクデブルク市長を務め、30年戦争のマクデブルクの戦いで、壊滅状態に陥った、マクデブルクの復興に力を尽くした。1686年に死去。オットーフォンゲイリケ大学マクデブルクは、ゲイリケの名を冠している。 ゲーリテの業績には、大気圧に関する研究と静電気に関する研究がある。L エレクトリゼイ、e、静電気発生装置1650年、任意の容器に接続でき、シリンダーとピストンでその容器内の空気を排気する、真空ポンプを発明し、真空の特性の研究に使った。真空中では、音が聞こえない、火が消える、果物を長く保存できる、 などの実験をしている。ゲイリー家は気圧の力についての実験を公開している。同性の半球状容器を2つ組み合わせ、その内部の空気を真空ポンプで排気すると、2つの半球は容易に離れないという実験である。1663年にはベルリンのブランデンブルク戦帝港フリードリヒビルヘルムの前で24頭の馬を使った同じ実験を披露している。 このような実験は、アリストテレスが、自然は真空を嫌うと述べたことによる、真空圏を説への反証となり、長年の哲学者及び科学者の議論に終止符が打たれた。ゲーリケはまた、真空が物体を引きつけるのではなく、周辺の流体が物体に対して圧力をかけていることを証明した。ゲーリケはまた気圧計を用いて、初めて科学的な天気予想を行い、 それが気象学の先駆けとなった。容器の排気前後での重さの差から空気の重さを算出し、軽量に用いた天秤をそのままにしておいたところ、日によって傾きが変わることから大気圧に変動があることに気づいたという。晩年は電気の研究に注力したが、その成果はほとんど減存していない。世界初の静電発電機エレクトリジャーマスキーンを発明した。 左の版画は、その一種を描いたものである。オットー・フォン・ジェラッキー・プルシアン・フィシシスト、エンジニア、アンド・フィロソファー・イン・スイクロー・プディア・ブリタニカ、ハット・ ABCDEFGH ・ B C D e F G H、ハラダ・カオル。ドイツの切手に現れた科学者、技術者たちオットー・フォン・ゲイリケ。ザ・ケミカル・タイムズ通百192号。2020年3月3日閲覧。佐々木健。 漫画人物科学の歴史レイヨンパスカル、ニュートン、近代科学への離陸インタラクティブ編、ホルプ出版、1990年11月、32ページ。いずれもドイツ語。ありがとうございます。